ゼルセナイ・タデッセは、エリトリアの陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銅メダリストである。タデッセは、2004年アテネオリンピックの男子1万メートルで、隣国のケネにサベケレ、シレシシヒネに次いで銅メダルを獲得。1993年に、エチオピアから独立し、2000年シドニーオリンピックが、オリンピック初出場のエリトリアにとって、 初めてのオリンピックメダリストとなった。タデスセは2005年のグレートノースランで59分05秒の大会新記録で優勝。2006年には福岡で行われた世界クロスカントリー選手権の団体でエリトリアの銀メダルに貢献。12月には 10km ロードでエリウド・キプチョゲと共に26分54秒の世界新記録を樹立。 2007年のケニアのモンバサで開催された世界クロスカントリーでは2002年からシニア男子賞とロングで5年連続2冠を達成していたウェケレに勝利8月に大阪で行われた世界選手権の1万メートルでは前半から果敢にリードするも4位に終わる2008年北京オリンピックでは1万メートルに出場3位から1秒遅れの5位で メダルに手が届かなかった。2009年ベルリン世界選手権では1万メートルで銀メダルを獲得した。2010年のリスボンハーフマラソンでサムエル・アンジルのハーフマラソン世界記録を更新する58分23秒で優勝した。世界記録を持つハーフマラソンでは無類の強さを誇り、世界ハーフマラソン選手権では5回優勝している。2017年5月6日、 イタリアのモンツァサーキットにて行われたスポーツ用品ナイキ企画のブレーキングににエリュード・キプチョゲ・レリサデッサと共に参加し飛行人扱いながらも2時間06分51秒を記録した。ありがとうございます。